レッシャーバトルバーガーショップ。今回も2つのプレッシャーゲームの合計ポイントで対決。まずファーストステージは連想ファストワード言葉が流れてくるお題を見て連想するヒントワードを言ってもらいます。5人のヒントから最後の回答者が見事お題を答えられたら1セットゲット、3セット先取で終了。先行のボスバーガーはこの6人が挑戦。それではプレイヤー以外の皆さんにはオーダーを教えたいと思います。今回のオーダーはこちら。あー、いけるでしょ、いけるいけるいける、大丈夫大丈夫。さあ、それではファーストバトル言葉が用意、回転。いらっしゃいませ。さあ、ゆうこ。近所。おー、いいよ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 、そこら辺からいいよ。いらっしゃいませ。AKB48。 おー、いいよ。いらっしゃいません。ガムとか。ガムガムでいいよ。いらっしゃいませんとかいらんや。あれ、あのコラボしてたり。いらっしゃいません。立ち読み。この5つのヒントから連想する宮沢の答えは、ご注文はコンビニエンスストアですね。正解。いや、優秀。どこで分かった宮沢は。近所で、まあ、家の前にあるものをまず想像してて、AKB48 って家の前にあるって言ったらもうセブンイレブンしかないなって思ったんですよ。で、ガムって聞いて、あるかもって思って、どんどん分かってきました。その後はその後にも完全に。すごい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 。対する清田キーはこの6人が挑戦。さあ、それではプレイヤー以外の皆さんにはオーダーを教えたいと思います。こちらでございます。おお、これ簡単でしょ。もらったな。さあ、高橋さん。いらっしゃいませ。おお、交差点。いいよ。いらっしゃいませ。人混み。いいよ、無難。いいよ。いらっしゃいませ。私の憧れ。知らんし。知らんし。いらっしゃいませ。素晴らしいところ。本当。いらっしゃいませ。スクランブル。さあ、それではやってまいります。全然分かってない。不安そうな篠田、果たして答えは。答えは何でしょうか。ご注文は渋谷ですね。すごい。じゃあ、どこで分かった。スクランブル。あ、もうあれだけで。私の憧れで何って思った。どういうこと。私大分県出身なので、やっぱ渋谷って言ったら本当に都会の真ん中の憧れの場所なんですよ。いや、知らんし。それはみんなに分かるように言わんと。はい、分かりました。両チーム正解で現在1対1の同点。問題は徐々にレベルアップ。この問題は皆さんもメンバーが出すヒントから連想してください。頼むぞ、優子。いらっしゃいませ。金。いらっしゃいませ。昔の人。うんうん。いらっしゃいません。大学。一人で。いらっしゃいません。社会の教科書。いらっしゃいませ。メガネ。あの、ハテナマークが浮かんでるのはすごいわかるんですけど、皆さん大丈夫ですか。ご注文は、ご注文は福沢諭吉ですね。おー、そうだよ。
何で福田さん、あの金って聞いただけで私1万円がずっと浮かれてたんですよ頭の中に。はあ、昔の人と金で、うん、もういいやと思ってる。すげえ、もうすごいミラクル、ミラクル。ちょっとあのひどいよ、メガネかけてませんでしたっけ。かけてないですよ。かけてないか、すいません、本当にすいません。すいません。さあ追いつきたいキヨタッキー、今回のお題は、果たして本人が出すヒントは。メガの人はね、いらっしゃいませ。滑る。いらっしゃいませ。髪型。あ、いらっしゃいませ。最近ちょっとうざい。ブーはダメよ。いらっしゃいませ。小さい。こもりいいね、初めていいよ。いらっしゃいませ。男性。メンバーの間で男性疑惑のある高橋。さあ志村さん、お題は何でしょうか。ご注文は高橋みなみですね。いややったね。よしよし。どこで分かったんですか、篠田さんは。滑る男性で分かりました。もうほぼ文句ですね。指原にいたってただの悪口じゃないですか。最近ちょっとうざい。そうですね、文ダメやって言うたんですけどね。よく言いましたね、あなた自分で。いやまあね、やっぱそこが一番のヒントだろうと。えらい。勝ちを取りに行くにはね。今も滑ってらっしゃいますもんね。高橋の自己犠牲により2対2の激しいデッドヒート。この問題を正解すればボスバーガーはクリア。果たして。いらっしゃいませ。あ、私。あ、そう。いらっしゃいませ。あ、番組。あ、いらっしゃいませ。ドラムズ。やれた。ニワトリ。いらっしゃいませ。お笑い芸人。いらっしゃいませ。難しい。この5つのヒントから宮沢は正解を連想することができるのか。ご注文お題は何でしょうか。ご注文はモノマネですね。やったー。すごい。宮沢どこで分かった。私番組ニワトリでちょっともう感づいてました。え、ゆうこの私っていうのは。私は最初は女優さんってことかなと思ったんですけど、ニワトリでゆうこがニワトリって言ったらモノマネだなって思ってて、そしたらお笑い芸人でゆきに今モノマネができないんですよね。さすがチームワーク。宮沢に分かるようにパスしてるんですかね、うちのチームは。さあということで、ファーストバトル言葉はボスバーガーの勝利。乾杯だ。続いてセカンドステージ、一筆オーダーイラストレイ。流れてくるトレイに一筆書きでお題のイラストをつなげて書き、そのイラストで回答者がお題を答えられればワンセットゲット。こちらも3セット選手でクリア。先行はキヨタッキー、絵がうまい渡辺を最後に持ってくる作戦に。プレイヤー以外の皆さんにはオーダーを教えたいと思います。まずこれはね、簡単じゃないですか。あんだよな。セカンドバトルイラストレイ、用意回転。いらっしゃいませ。さあトップバッター小島ですからね。これはちょっと大丈夫ですか。え、なんだっけこれ。知ってるんですかね。おおおお、あ、おまあまあまあ。いらっしゃいませ。おお、さあどうアレンジするんでしょうか。あーあー、いらっしゃいませ。さあ火災。あれ。いらっしゃいませ。さあ篠田さん。おお、うまいうまいうまい。
お、珍しいね、篠原さん。いらっしゃいませ。さあ、渡辺、ここでケツを拭く。さあ、なんだ。あれ。あ、うまいうまいうまい。さあ、来ましたよ、高橋。さあ、さあ、これは何でしょうか。ご注文は気球ですね。はい、正解。じゃあ、前のクマもそうですけど。あのね、マリコ様のこれも分かりやすい。そうでしょ。あ、じゃあ、シロアさんが今回珍しく良かった。ルール分かった。ボスバーガーはこの6人。絵が得意なメンバーは見当たらないが、果たして。それではプレイヤー以外の皆さんにはオーダーを教えたいと思います。あ、これちょっと難しくない？あ、難しい。大丈夫かな。はい、いらっしゃいませ。おう、いらっしゃいませ。まあ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 。ああ、いらっしゃいませ。さあね、うん、ちょっとさ、ひどいよ。お口、皆さん、はい、おな、いらっしゃいませ。おい、あれ、あれ、あれ、お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 、来ました。さあ、ユウゴ、これ何でしょうか。黒いやつ重要。ご注文はお子様ランチですね。じゃないですか。そう、これオムライスでしょ。で、旗、うん、パセリ。あ、これはあのフォークです。ただこれ何、これ、これ最初いたらこれ何、何書いたの。ポテト。あ、ポテト。これピンクだね、これピンク。皆さん、これ何、これ。え、私はあの赤い丸がオムライスだと思ったんで、ケチャップからのスプーンを書きました。ケチャップ。あ、なるほどね。序盤戦は両チームともに好調。しかし、ここから問題は徐々にレベルアップ。これいやいらっしゃいませ。え、なんだっけ。さあ、小島がまずどういくかによるけどね。ああ、いらっしゃいませ。さあ、ツッターナが、あー、おお、いらっしゃいませ。さあ、葛西、これどうする。どう付け出す。葛西、時間ないよ。葛西、痛恨のダイブオーバー。いらっしゃいませ。5秒しかございませんから。さあ、篠原さんはどうするんでしょうか。あれ、あ、でも分かる。あ、分かる。いらっしゃいませ。さあ、渡辺がケツ付いてくれるんでしょうか。あー、うまい。あ、さあ、高橋、これどっちだろう。お、2つ答えが今出てらっしゃると。さあ、私は知ってます。これは何でしょうか。ご注文はキャッチャーですね。すごい。いや、野球とか、すごい、キャッチボールとかな。すごい。その2個は高橋何と迷ったの。あの、キャッチャーかバッターかと思ったんです。そうだね。あ、キャッチャーかバッターかで迷ったん。なんかもう人が、人を優先して書いてるから、う、人なんだろうなと。で、なんでキャッチャーにしたの。このキャッチ したい感じが。篠原さんの肌エネルギーが、こっちの思いが強かった。さあ、次の問題は皆さんもご一緒にお考えください。いらっしゃいませ。さあ、タノがどうするかやな。いらっしゃいません。ちょっとな。全然、あ、だ。うわ、なんか、うわ、気持ち悪い。うわ、気持ち悪い。うわ、何これ、気持ち悪い。はい、だめ。いらっしゃいませ。あ、いらっしゃいませ。
うわうわはたしてこのイラストは一体何でしょうか。ピンク、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 想像するわかったかも。これは何でしょうか。ご注文はサンタクロースですね。いやいや、これは無理やわ。違う、だってさゆちゃんがね、うん、あのピンクが重要ってさゆが描いたとか重要って言ったから、これは完全にヒゲじゃないですか、うん、で人でしょ、うん、ああそうか、そうなってるか。で帽子かと思って、で手に持ってる青は あのあれかと思ったんです、プレゼント。いいです、これ何だ。犬の頭。犬の頭。え、分かった。じゃあ、はい、犬連れてるってこと。最後高森。そう、ありがとう。犬じゃねえだろこれ。え、言えば私ここはちゃんと犬かけてたらいけてた。いけてた。かもやむ。かもやむ。え、何も。大島の不正解で清滝一歩リード。さあ次の問題、これを正解すればクリアだが、果たして3問連続正解はあるのか。ほうって言うと、筆が、いらっしゃいませ。だからは、いらっしゃいませ。さあ、笠井。おお、いらっしゃいませ。あ、繋がってない。これ？あ、違うかもしれない。志村さん、志村さん、いらっしゃいませ。志村さん、何それ。黒、必要な黒。渡辺が、すげえ。渡辺、渡辺、絶好調の高橋、このイラストで答えがわかるか。それは何でしょうか。ご注文はモナリザですね。いやすごい、渡辺すごいね。いやこれで一気になんかこうグッと、あのこの、うん、この青のこの手で若干もうモナリザ顔出たんやった。でここで隠しですよ、前の顔で。マリコさん何を隠す。私ムンクと勘違いしてて、うん、口書こうと思って、やば違うムンクじゃないと思って、だから帰ってきたんです。どうやった。清滝が見事3セット先取ということで、2ステージの合計ポイントで清滝キーの勝利。フレーズミュージアム、それは聞く者を恍惚とさせる言葉だけを集めた美術館。さて今宵は、さて今回のテーマは、久しぶりに会った親戚の女の子に言われたい一言。まずはペンネームチャゲ&アツコさんの作品、久しぶりに会った親戚の前田アツコに言われたい一言。このおもちゃの指輪覚えてる？私ずっと持ってたんだよ。俺もあん時もらったカチコチの犬の糞持っとよ。大切に。続いてペンネームビーバーさんの作品、久しぶりに会った親戚の峰岸みなみに言われたい一言。あ、お兄ちゃん今変な目で見てたでしょ。いやだって鼻の穴からかんぴょうで撮ったよ。今回、うわ難しい、これ私が採用するのは、こちら。いや前田敦子のはいいですね、なんかこうちゃんと順序を守りきってる感じがあります。峰岸のがねちょっとなあ、んまりグッとこんよな。おお、お前男前やな。ごめんね、なんか美味しくできんと思うけど、やるからには。ああなんやろ、スランプやな俺。ごめん峰岸、スランプや。分かってました、こうなること。
今回の新作も含めたメンバーの胸キュンフレーズは番組ホームページで好評配信中。どうぞご堪能あれ。変な目で見てたでしょう。この後無茶振りドッジボール、これは一体誰だ。いよいよ本日発売、 AKB48 待望の新曲ビギナー。6パターンのフォーメーションが話題のこの曲、今回は板野友美センターバージョンをお届けします。昨日までの経験とか知識なんか荷物なだけ、風はいつも通り過ぎて、あとに何も残さないよ。新しい道を探せ、人の地図を広げるの。伏せた目を上げた時にゼロになるんだ。こちらでございます。この後無茶振りドッジボールで柏木ブチギレ。次週無茶振りドッジボールで篠田が大変なことに。アウト。あ、UFO だ。容赦ない無茶振りにメンバー大興奮。